はい、こんにちは。マイチャンネル、マイハラです。はい、今日はこちらですね。レゴマインクラフトのザ・エンド・バトルです。はい、ということでレゴマインクラフト2019年の新シリーズですね。第2弾だかな。そう、これはザ・エンド・バトルっていうね、最後の戦い、日本語でいうところの最後の戦いというタイトルですね。そう、昔エンダードラゴンがね入ったセットあったんですけど、これがねちっちゃくなって再登場したんですね。ちっちゃくなったね。はい、ね、久しぶりに今日はですね、お父ちゃん2人で分身して自然体になってます。じゃあ早速作っていきましょう。はい、ということで完成しました。こちらがザ・エンド・バトルですね。そう、The End がちょっとだけ再現されてますね。こちらがエンダードラゴンですね。まずここに柱があって、で一番上にエンダークリスタルがありますね。エンダードラゴンのパワー回復するやつ ね。そして、ここにエンダーマンがいますね。そうだね。でこれ何らかのポーションがありますけども、でここにいるのが、ドラゴンスレイヤー。そうだね。でドラゴンスレイヤーが弓でこのエンダークリスタル破壊するとですね、一応こうギミックがあってですね、でここにねこのボタンがあって、これを押すとですね、はい、こんな感じで吹き飛ばすことができますね。そうだね。はい、そしてこちらがドラゴンスレイヤーですね。ドラゴンスレイヤーはエンチャントされた弓、そしてエンダーアイかなを持っています。ドラゴンスレイヤーのこのスキンがですね、もらえるらしいんだよね。実はこのレゴブロックのこの後ろのこの部分にコードが書いてあるの。ここにねコードが書いてあって、これを入力することでこのスキンを本当のゲームで使えるみたいです。はい、そしてこちらがエンダードラゴンですね。前のやつに比べたら本当にちっちゃくなったね。前のバージョンうち持ってなかったんだけどこれでいいかなって感じしますね。よくできてるよね。ほら、すごいよくできてる。ちゃんと各部動きます。尻尾、羽、あとは首動くでしょ。あとちゃんと口も動きますね。で前足と後ろ足も動かすことができます。素晴らしい、よくできています。でこの胸の部分ですね、スプリングローデルシューターがあって、でこの背中の鱗の部分を押すと発射します。すごいよくできててね、いい感じですねこれね。よし、エンドに到着したぞ。エンダードラゴンは今いないみたいだな。よし、今のうちにエンダークリスタルを破壊しておこう。せい、やった、破壊できた。うわ、エンダーマン、至近距離からの連続弓攻撃だ。よっしゃ、楽勝だったぜ。うわ、エンダードラゴン来た。しかも目の前。スティーブー、スティーブー。その声はアレックス？どこ？ここだよ。アレックス、なんでそんなに大きいの？スティーブー、私が倒してあげる。カーカー。ああ、アレックス、ビームに気をつけて。全然大丈夫。へっちゃらちゃら、任せて。はい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 。やった、エンダードラゴンを倒した。どんな問題、やったでしょ。私って強いわね。すごいねアレックス、とっても強かったよ。そんなことないわよ、スティーブだってドラゴンスレイヤーになったんだから、自信持って。ブメラ、ごめん、スティーブー、ごめんなさい。はい、ということで今回はレゴマインクラフトのザ・エンド・バトルでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。今回のおすすめ動画はいつもと混んでいますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中でるからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。